たちは青森市観光大使グルメミュージックユニット CMU です。青森市を応援してくれている皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。ふるさと納税を通じてお預かりした寄付金は、仕事を作る、人を守り育てる、町をデザインするに関連する18事業に役立たれ、寄付のお礼として返礼品を送らせていただいています。たくさんの返礼品がある中から、今回は青森市のフルーツを使った返礼品を一部ご紹介します。それではどうぞ。こちらがシュトラウスさんのカシスケーキです。カシスは生産量日本一で、美容と健康にもいいんですよ。この商品はカシス本来の美味しさを引き立てていて、まるでカシスそのものを食べているみたいです。こちらは青森上毛和栗プリンと青森上毛和栗の焼きモンブランです。伝統的な食材である栗は、世界遺産の小牧野遺跡の近くで生産されています。それではいただきます。青森上毛和栗プリンは栗が濃厚でとっても滑らかでした。焼きモンブランは栗のホクホク感もあって、とっても甘くて美味しかったです。こちらはブラックベリーのジェラートとポイズンベリーのアイスミルクです。最初にブラックベリーのジェラートをいただきます。すごい色が濃いですね。ブラックベリーの酸味が感じられて、とっても美味しいです。このブラックベリーは世界遺産の三内丸山遺跡の近くで採れるんですよ。次はポイズンベリーのアイスミルクをいただきます。わー、美味しそう。こちらはミルクが入っているので、ベリーの酸味が和らいで、まろやかな甘みがあって、とっても美味しいです。青森市にはたくさんの美味しいフルーツがあります。これからも青森市の応援をよろしくお願いします。